ホーム、新谷駅は、愛媛県大洲市新谷にある、四国旅客鉄道の駅である。当駅を境に、内湖、伊予市方面は、内湖線、伊予大洲方面は、予算線と路線名称が分かれるが、運行系統上は分かれておらず全ての列車が相互に直通し、駅番号も共有となっている。かつて、内湖線が五郎駅から分岐しており、 その後、を押すから、新谷間が予算線として開通したためである。なお、当駅の所属線は、内湖線である。地上駅。相対式ホームに面2線を有するが、Y 字分岐のため上下ともに進入速度が時速 60km に制限されている。駅舎はなく、駅員も配置されていない。駅東方の踏切を挟んで上下線の出入り口が別々にあり、 各ホームへは線路に沿って通路を少し歩く。予算線の短絡線となる前の駅は現役東方の踏切を挟んだ内子川にあった。木造駅舎が線路の北側にあり、一面二線の島式ホームでホーム上に待合所があった。駅舎からホームへは線路を渡りスロープで直接上がるようになっていた。1971年の無人開港。 簡易委託駅となり、駅近くの商店で近距離乗車券を販売していたが、現在ではその当該商店もすでに閉店しており、販売も行われていないようである。新谷駅のある大須市新谷地区は漫画家松本霊児が戦時中の疎開で幼少期を過ごした場所であり、当時時時計台を備えていた旧新谷駅や沿線を走る蒸気機関車を見た記憶が、 代表作、銀河鉄道39の誕生に影響を受けたと語っている。新谷地区の団体、新谷一万国町おこしの会は、松本を招き、新谷を銀河鉄道39の始発駅とする、出発式などの町おこしイベントを開催している。駅前の通りは、999通りと名付けられている。また、地区内には、 松本の作品をモチーフとしたモニュメントやキャラクターの像が混流されている。ありがとうございます。